シンクの扇作品81は、エドワード・エルガーが1917年に作曲したバレエ音楽。戦時中の事前事業のために資金を調達すべく、作曲された楽曲群の中の一曲にあたり、作曲者と親しく交際していたアリス・スチュアート・オートリー・夫人の依頼によって書かれている。このバレエの主題は、画家のチャールズ・コンダーが扇にシンクで描いたパンと、 エコーに霊感を得たものである。ただし、表題自体は主題に対して付けられている。初演は1917年3月20日に、チェルシー・オン・ティップ・島という景気劇の一部として、ロンドンのチェルシー・パレス・シアターにおいて作曲者自身の指揮で行われた。その後、新たに、シェパードの踊りが追加され、5月の事前公演で再演された際に初披露されている。 バレエの脚本を書いたのはアイナ・ローサーであり、大意は以下の通りである。この作品は、長州から絶大な支持を得たというわけではなかったが、1960年代に指揮者のエイドリアン・ボールトによって再発見され、1973年に疎遠された。その後、1978年6月24日にロンドンコロシアムで行われた、 ロンドンフェスティバルバレエでの彼の最終公演でも演目に上っている。バレエ音楽からの抜粋としてエコーの踊りが1917年にエルキーン社から出版されている。注釈出典。ありがとうございます。